北海道コンソドル札幌背番号44の新次です。昨日は焼き鳥ですね、はい、焼き鳥、シロさんの焼き鳥食いました。休みの日は何していたか、休みの日、ゴルフしてた。北海道好きな場所、好きな場所、まあ、やっぱりクラブハウス、白い恋人パーク、トレーニング場ですね。北海道弁なまら、北海道で気に入った食べ物、スープカレー。印象に残っている試合シーン、なんか僕の中ではあの J2 の時にセレッソ戦かな、 J2 だよね、1対0で最後の僕 出そうだなっていう時に稲が決めた、あれ J2 の時だよね多分ね、稲がもう本当終了間際に決めたあのシュート、あのゴールがすごく印象に残ってます。サポーターやっぱ本当にいつも遠いね、あのいつもどこでもどんな時でもあのアウェーに関わらずたくさんの人が来てくれてて、あの非常に心強かったです。加藤くれるコンソール誇れることは、まあチーム愛というか、あのクラブ、まあ、監督スタッフ、全て選手サポーターも含めて一つになってるな、ファミリーになってるなっていう感じがします。子供にサッカーを教えるとき大事にしたい、いやサッカーが、ね、教えるというより楽しいかということを感じてもらうことだと思います。会ってみたい人、マラドーナ、はい、子供の頃の一番の思い出、一番の思い出なんですかね、子供の頃の一番の思い出、そうですね、給食費と学年費を その日に払いに行けなかったことです。期待する札幌の若手選手、そうですね、まあ、みんなに期待してますけど、まあ、来年入ってくる金子達郎に期待してます、はい、いやもう素晴らしいの一言ですね、もうこの人のもうサッカー感じゃなく人間感がすごい、尊敬できます。どう考えこうですね、まあ、とにかくチームがいい雰囲気で常にいることが大事だったと思うので、まあ、そこをすごく考えてやってました。そうですね、まあ自分から何でもこう飛び込んでいく、言葉が喋れないとか関係なく自分から行くってことが大事かな、そういう姿勢を見せてほしいなと思います。はい、手紙が届いています。学校の図書館にある選手の本を読みました。僕は小学4年生、サッカーができることは当たり前でないことに気づき、両親に感謝しながらいつも練習をしています。試合ではいろいろなポジションにつきますが、僕は守備が苦手です。相手のボールを取れないことがあります。どうしたら攻撃をつなぐことを防ぐことができますか。まあそうだね、まあ防ぐこと、まあ防ぐというより、まあボールを取られないってことがまず、取られないように頑張れば守備する時間も少なくなると思うし、そういうのをみんなで、ね、意識していってほしいなというふうに思います。まあでもそれでも取られちゃう時があるんで、まあ、そういう時はまあ相手がどう考えているか、自分だったらどうするかってことを考えて行動しましょう。まで一番手強いと思ったサッカー選手、手強いっていうかもう叶わないと思った選手はもうジダンス、あの今度見せます。特に仲の良かったやっぱりリュウジさんですね。本当にあの人の、まあ、と一緒にいるといろんなことを学べましたし楽しかったです。お子さんは2人とも元気です。子育てに対していること、まあ感謝の気持ちを誰に対しても忘れないってことです、はい、今日は何を食べるの。今日はなんか家族はお寿司を食べたいということなので、ジンギスカンかお寿司かと考えています。はい、札幌おすすめの場所、おすすめの場所、まあ僕は特によく行ってた焼き鳥シロさんはもう完全におすすめです。北海道を離れるにあたり寂しいこと、いや、 やっぱりこんなに長くいたチームもなかったですし、いろんな人にこう支えられて過ごしてきたので、もうそういう人たちから、ね、近くに行くならまだしも最北端から最南端に飛んでしまうんで、そういう人たちとなかなか会えなくなることが本当に寂しいです。ボールコントロールを正確にすること、集中力、カレーはルーカレーやスープ、どちらもどちらかといえば
いや難しいな。札幌来てからもう結構スープカレー派になってるんで、はい、スープカレーかな。焼き鳥塩派ですね。笑顔になれない時どうしていますか。どうしてるか、まあどうしてんだろうね。別に笑顔にならない時って別に特にないし、まあ無理してでも笑顔にしようって頑張ってます。悲しいには寂しいだけどうしてますか。まあそうですね、寂しい時はサッカーのこと考えてサッカーの動画見たり、まあハマった動画を見たり、ドラマを見たり、そんなもんで紛らわします。いや大変だったというか、自分が想像してた以上に雪の量でしたね。正直読み方が難しかったとこどこだろうな。くっちゃんとかは読めなかったですね、さすがに。ブルガリの、はい、ブルガリの香水を使ってます。まあ女性用ですけど、はい、密かな楽しみ、密かな楽しみ、なんだろうな、密かな楽しみ、密かな楽しみ。いや毎日ランチを食べた後に入るカプ、あの酸素カプセルで寝ること。好きなドラマ、最近は、まあ、今海外ドラマアローっていうあの海外ドラマ見てます。好きな歌、好きな歌なんだろうな、いっぱいあるんですよね。もう洋楽も邦楽もどっちかというと邦楽聞くんですけど、洋楽はそこまで聞かないんで、まあ、邦楽全般的にいい、その時その時で、はい、です。40を選んだ理由、まあなんで選んだんだっけな、高原がヴェルディがなんかどっかに行った時に44つけてたから44したんだかなっていうことが大きかったような気がします。でまあ足して8にもなるし、サッカーとは、いやもうサッカーとはって、まあ、人生そのものといったら、僕がサッカーをなくなってしまったら自分がいないくらいサッカーっていうのは大事なものですね。コンサルジョン、いやもう最高に楽しかったです。好きな、いやもう大好きすぎて、もう本当にだから離れるのも本当寂しいですけども、正直寂しいですけど本当に、はい、大好きになりました。いやもう札幌に戻って、まあ僕が戻りたくて戻れるわけでもないですし、まあね、その時のクラブがまた戻ってきてくれというオファーをまたくれるのであればね、やっぱりそれは考え、ここまで育ててくれたんで、はい、チームスタッフに本当にいつも優しく対応してくれて、本当に感謝しかないですね。こう本当にこう監督スタッフ、みんな本当一つになってたんで、その中で、ね、そういう温かいチームの中の選手の一員としていられたってことはすごく嬉しく思います。ありがとうございました。まあ J2 から J1 に上がって、まあ本当に今すごく自分たちがこう乗ってるなって気持ちでいると思うんですけど、まだまだ上っていうのはあると思うし、ここで気持ちを途切らせずもっともっと上を目指していってほしいとともに、まあ、あとはやっぱサッカー選手としてじゃなく人間としてみんなに人に好かれるような選手になっていってほしいなというふうに思います。本当にサポーターの人たちの応援、本当に僕の中で心に残りましたし、いつも、ね、声が枯れるまで勝っても負けても応援してくれるような姿勢っていうのはすごく嬉しく思いました。これからも残る選手、また新しく来る選手、これから未来のコンサドーレを応援してほしいと思います。北海道コンサドーレ札幌の真嗣でした。それではまた。